おはようございます。さすらいサーフ TV のカナンです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。前回お知らせしたと思うんですけど、私バリにサーフトリップに行きます。ということで、ちょっと今からね、荷物をパッキングしていきたいなと思っております。そして今回は人気通販サイトテムとのコラボ動画になっていまして、前回ね1月にもタイアップさせていただいたんですけど、その時にもお得なクーポンコードをテムから発行してもらったんですよ。で、今回ももちろんクーポンコードも発行してもらったし、プラスさらにちょっとねホットな激安クーポンも発行してもらったので、ぜひ動画の最後まで見ていただいて、ぜひチェックしてくれたらなと思います。で、まあ、今回はそのバリに行くということで、バリで使えそうだなっていうものとか、こう荷物まとめるのにこんなものあったらいいなっていうのをちょテムの中でチョイスしてゲットしたので、それを紹介しながらちょっとね荷物まとめていきたいなと思ってます。皆さんって旅行行く何日前ぐらいからパッキング始めますか？私今ね2日前なの。明日明後日の朝出るんだけど、でも子供の頃は本当に楽しみで楽しみで、1ヶ月前とか1ヶ月半前ぐらいから荷物なんか準備し始めちゃうタイプだったんですよ。で、早くから荷物服とか詰め始めちゃって、今着る服がないみたいな感じになるみたいなのをよくやってたんだけど、まあ私も大人になりまして、今は2日前、結構ギリギリですよね。でもすごいね、なんかパッキングって楽しくないですか？向こうで何着ようとかあれ使おうとか思うのがさ、すごい楽しい。はい、じゃあ早速紹介していきたいと思います。どれから行こうかな。まあ目的地がバリということで、まあ日本の国内トリップだったらね関係ないんだけど、外国にトリップ行く場合に絶対必要なものって、このコンセントの変換プラグっていうのが絶対必要で、それが売ってたんですよ。はい、じゃじゃん。バリ島はこの C タイプっていう、こんな形した日本製のピッてやつなの。ここだけは持ってるんですけど、このアダプターがさ、見てください、めっちゃコンセントついてんので、結構外国のホテルって、まあ、日本でもそうだったりすると思うんですけど、コンセントの場所が微妙だったりとか1個しかなかったりっていうパターンがすごく多くて、で、私やっぱ YouTube 撮るからカメラとか GoPro とかマイクとかいろいろ充電しなきゃいけないんですよ。もちろん携帯もだけど、だからそれの時にすごいたくさん線を持ってったりとか延長コード持ってったりとかしてたんですけど、これだったらさ、一つのところでコンセントもさせるし、 USB も C タイプもついてる、これめっちゃいいなと思って買いました。あとはこの電子機器系で言うとこれですね、じゃん。充電器系、ケーブルとか細々したものを収納できる袋なんだけど、結構さ100均とかにも売ってるんですけど、中がこうやって小分けになってるやつって売ってなくて、あんまりすごいね値段も安かったし買いました。この中に仕切られてるからさ、ここにコードくるくるってまとめて入れたりとかしながら、私は特に大事。そして次はね、結構もうジャンル問わずいろんなものを、あ、これいいなって思うものを買ったんですけど、じゃん、これは鍵、南京錠みたいななんですけど、私が持ってる持ってこうと思ってるスーツケース、いつも使ってるやつなんだけど、この鍵がついてなくって、だからファスナーとファスナーのところにこれで留めようかなと思って、この TSA 認証 TSA のマークがついてるやつだと、空港の職員の人がこうマスターキーを持ってて、もし荷物の中身開けますってなった時とかに、ちゃんとこれでしっかりマスターキーで開けてくれる。普通の南京錠とか使ってるとぶち壊されちゃうとかするので、この TSA の認証のやつが売ってたのでこれを買いました。あとはじゃん、こちら、これは何かというとですね、パスポートケースなんだけど、じゃん、開けるとこんな感じ、結構さ高級感がある。もうちょっとペラペラかなと思ったんですけど、なんかパスポートを中に差し込んだりとか、でここにね SIM カード入れとけるやつあんので、前回バリ行った時にSIM をね入れ替えたの、向こうのやつに。で、もともと自分の携帯入ってた日本のキャリアのやつをホテルに置いてきちゃったんですよ。で、帰って成田の携帯ショップで SIM を再発行してっていう感じの、ちょっとね面倒くさかったんですけど、ちゃんとこうやって SIM ケースもついてるし、まあそれがあってから私今フリー SIM っていうか SIM がない状態で使えるように設定したから一応大丈夫なんだけど、こういうのもついてる。結構さエアチケットとかさ、どこやったっけどこやったっけとかなるから、これあったらいいなと思って、シンプルでかっこいいし。とはちょっとジャンル変わりますが、なんかバリって言ったら南国じゃないですか。サングラスが売っててさ、シャキーン、うん、この形のね全部色違い、5本入りでめっちゃ安かったんだよね。これもでしょ、結構この形ハマってて、いろんなこの形のサングラスね集めてるんですけど、テムでもあったから買ってみた。
結構かわいい。形は一緒で5本入りですごい安かったよ。ちゃんと安かったのと、あとはね、じゃじゃん、まあ、これは布なんですけど、こんな感じの、見えるかな、白いシンプルな布です。まあ、これは何に使うかというと、ビーチに引いてこの上でこう、ね、ゴロンってするのもできるし、普通に日差しが強い時に羽織ることもできるし、なんかいろんな用途で使えるかなと思って、水着着てる時に腰に巻いたりとかもできるし、でその水着着てる時に腰に巻く可愛いのがあったので、それも買ったんですけど、じゃん、見えるかな、ここにこうやって水着の上に腰に巻いて結ぶんだけど、可愛いなと思って、バリで多分使ってると思うので、あの動画チェックしてください。しかもさ、すごい安いのにさ、網目とかもすごいしっかりしてて、この分かるかな、切れ端とかもめっちゃいい感じだった。これすごい使えそう、可愛い。ブレスレットなんだけど、めっちゃ可愛い。これね、1個2個3個でそれぞれ別売りなんですけど、バリでつけたらめっちゃ可愛いと思って買いました。いい感じ。はい、で次はちょっとパッキングにこれやったらいいなと思うものなんですけど、こういうやつ欲しくていろいろ調べてたの、買おうと思ってて、そしたらテムにも同じようなのがあったからちょっと買ってみたんですけど、みんなさ、どういう感じでパッキングするかわかんないけど、私なんか変に几帳面なとこがあって、すっごい綺麗にパッキングしたいタイプなんですよ。多分ね、畳まないでバラバラって入れるようなタイプの人もいると思うんですけど、私結構綺麗に入れたいタイプで、じゃん、なんていうのかな、パッキングの小分けの袋っていう感じなんですけど、これに用途ごとに物を入れて綺麗に収納したいなと思って、普通になんかこういうポチ袋みたいのもあるし、これは靴入れるやつかな、これはちっちゃいポーチがついてたり、水着入れたり下着入れたり、この大きいのに洋服入れたり、あとすごいいいなと思ったのが、これもセットでついてるんだけど、じゃん、ここに化粧品とか入れてさ、日焼け止めとかかけれるのね。だから脱衣所にこうやってかけといて、そのまま使えるっていう感じ。すごいこれ欲しかったの。だから今回私の一押し。あとはこれもさ、めっちゃいいと思ったんだけど、もう先にね詰めちゃったんですけど、じゃん、詰め替えボトルで、もちろんホテルにシャンプーリンスボディーソープとかついてるんだけどさ、なんかちょっと微妙だったりする時って結構多いじゃないですか。だから家からできれば持ってきたいなと思って、こうやってね中に詰め替えました。めっちゃ良くない？シャンプーリンス液漏れしないようにカバーもついてるし、これもさ、結構他の YouTuber さんとかでさ紹介してるの見て、わ欲しいなって思ってたの。そしたらテムに言ってたの、こうやってまとめて、でポンプだからさ、このままお風呂に置いとけばそのピッピーで使えるんでね、いいですね。あとはなんかどうしても綺麗にパッキングしても向こう行くと荷物増えるじゃないですか。でやっぱタオルとかも自分のやつ持ってきたいから、あのサーフィン用のタオルとか、それとか最後圧縮して持って帰ってとかするために圧縮袋も売ってて買いました。あとはですね、なんか本当にテムって何でも売ってて、前回はそのサーフィンに必要なアイテム、いろいろ耳栓だったりとか、意外に便利なものだったりとか、アウトドア商品、キャンプで使えそうなテーブルとかも買ったんですけど、家具も売ってるし、ペット用品も売ってるし、洋服も売ってるし、本当何でも売ってるんですけど、でこれも私がちょっと欲しいなって、で毎回外国行くたび持っていくものなんだけど、これはなんて言ったらいいんだろう、フェイスタオルっていうのかな。いつも外国に行くときは特に、まあ家でもそうなんですけど、こういうフェイスタオル、ティッシュみたいなので洗顔した後顔を拭くようにしてるんですよ。でこれを毎回持ってってるんで、テムにも売ってたから買ってみた。結構ね、まあ、キッチンペーパーみたいな、ティッシュよりは厚い感じなんですけど、すごい水吸いそう。これで顔を拭きます。結構さ、外国のタオルとか柔軟剤とかもきつかったりするから、それで顔を拭くと荒れちゃったりとかニキビできたりとかするんですよ。なんでこれも持ってきます。あとこれか、これはもうちょっと私もこういうの使ったことないからわかんないんだけど、バッグの中を仕切れるバッグ、インナーバッグみたいな、めちゃくちゃさ、こうやって、あとリュック背負ってこうと思うんですよ。リュックの中って、まあ、なんかでかいから、なんかどこに何が入ってるかよくわかんなくなっちゃう時があって、でパスポートどこだっけ、あだっけとかなったりとか、イヤホンどこだっけって私めっちゃなるんで、リュックの中にこれ入れようかなと思って、ここにイヤホン入れて、ここに充電器のバッテリー入れてとかって仕切れるんで、これがあったらそのプチストレスがなくなるんじゃないかなと思って買いました。結構ね、これめっちゃ使いやすいって、超口コミ良かった。全部ね、あの今回も口コミ見て、あの同一商品、同じような商品が何個かあったりするんだけど、やっぱ口コミ見てこれがいいっていうのはね、結構チョイスして買いました。そんなもんかな。あ、あとこれこれ
なんかゴム製の黒い輪っかなんですけど、何に使うかというとキャリーケースの足にはめる。外ガラガラするから帰ってきた後にいつもウェットティッシュとかで拭いてたんですけど、タイヤの部分を。でもなんか結構めんどくさくて、どこ拭けたんだか分かんないし、なんか拭いても拭いてもなんか汚れが出てくる感じがして、でもこれをはめとくと帰ってきて取ってそのまま丸洗いできるし、でこれもすごいさ SNS でこれあるとめっちゃいいみたいのを上げてる人がさいて、結構出てきたからこういうのあるんだと思ってたら、これもテムにあったからちょっと買ってみました。タイヤの保護にもなるし、そんな感じですかね。全部紹介できたかな。最後に忘れてた、じゃん、これね、何だと思います？私もなんじゃこりゃって感じだったんだけど最初。でもこれもプチストレスを解消できると思って、私すっごいコーヒーが好きで、やっぱトリップ先でお気に入りのコーヒー屋さんを見つけてコーヒーを買うっていうのがすごい好きなんですけど、ルーティン的に朝コーヒーショップに行くみたいな。でやっぱコーヒーってこう持たなきゃいけないじゃないですか。やっぱトリップ中で何かと荷物も多いし、ハーフボードを持ってとかなるとすごいもう荷物がたくさんなるでしょ。その時にね、これはねコーヒーをね見て、でねこうやって、まあ、今ちょっと蓋ついてないんであれですけど、蓋ついてるじゃん普通は。こうやって使えるの、いるって思ったでしょ。結構いるんですよ。でいつもなんか手に持って、うわちょっとどうしよう一回置いとこうみたいなのがすごい多くって、まあ、これコーヒー飲む人しか必要ないと思うんだけど、で台湾に去年一昨年行った時に、私が行ってたよくすごい気に入って行ってたコーヒー屋さんがね、こういうなんか紙のこういう形したやつをいつも無料でつけてくれてて、それがすっごい便利だったんですよ。ほんと同じ形で紙だったんだけど、で、まあ、そういうのあるんだと思ってたらテムにあったの。しかもなんかこういうさ合成レザーの、結構ねほらおしゃれでしょ、めっちゃいいじゃんと思って買いました。多分バリ編の動画で私こうやって多分サーフィン行く時とかにこうやってコーヒー持ってると思うんで、チェックしてみてください。そんな感じですかね。ということでこれを使ってパッキングしていきたいと思います。じゃーん、できました。これがさっき紹介したパッキング用のこの袋なんですけど、これめっちゃいいよ。すごい綺麗に収まった。めっちゃ綺麗に入りました。あとこれ下着でしょ。でね、本当はこのスーツケースプラスこっちのスーツケースにもね服入れようと思ってたんだけど、で前回バリ行った時はこの2つのスーツケース持ってったの。もうさ、これですごい綺麗に収納できたから全然1個で足りるわ。であとちょっと入らなそうなものはこのちっちゃいボストンバッグに入れようかなと思って、こっちのボストンバッグに鍵つけようかなと思って、完了。はい、ということで今回はテムの商品を使ってパッキングしてみました。冒頭でも言ったんですけど、前回テムとタイアップさせていただいた時に、結構テム使ってるとかテム気になってたんですっていう声をたくさんいただいて、あ、みんなテム利用してるんだなってすごい思ったんですけど、今回パッキングに必要な紹介した商品以外にも本当にいろんな商品がたくさんあるので、見てるだけでもめっちゃ楽しいし、ぜひチェックしてくれたらなと思います。本当にさ、パッキングの袋特にすごいね SNS でも出てきてバズってて、ああいう袋欲しいなってめっちゃ思ってたんで、あれのおかげでキュッと綺麗にパッキングできて心もスッキリだし、また旅がさらに楽しみになりました。まあ、そんなわけでですね、最後にクーポンコードのお話をちょっとしたいと思うんですけど、今回もテムからクーポンコードを発行していただきまして、なんと合計15,000円分のクーポンコードを発行していただきました。とさらにですね、今回は何回も私が激推ししてるトラベルケースパッキングの袋セット、こちらの商品がですね、なんと 90% オフで買えちゃうそうです。いや、もともと安いのに 90% オフって半端ないやんって話なんですけど、ぜひね、これから皆さんも食べに行く機会が増えてきたりとか、まあゴールデンウィークが来たり夏休みが来たりトリップに行く方も多いと思うので、ぜひ活用していただければ嬉しいです。クーポンのご利用方法なんですけど、概要欄に記載してあるリンクから飛んでいただくか、テムのアプリで DKX5874 っていう風にコードを記入してもらうと、そのクーポンコードが使えるみたいなので、はい、ぜひご活用ください。ということで、まあ、今回はバリトリップシャープゼロということで、パッキングを紹介したんですけど、まあ、次回はですね、シャープワンついに始まって、バリでも到着してサーフィンしてると思うので、はい、次回以降のさすらいバリ島編も楽しみにしててくれたらなと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録と、あとコメントもお待ちしています。インスタグラムとツイッターとTikTok、あとスレッズで、特にインスタグラムでバリのもっとリアルタイムな情報でね、いろいろストーリーとかで発信してると思うので、ぜひチェックしてくれたらと思います。次回の動画もお楽しみに。